ブリュッセルの画廊における大公レオポルト・ビルヘルムは、バロック期のフランドルの画家ダフィット・テ・ニールスが1651年に制作した絵画である。油彩。本作品は1647年から1656年にかけて、スペイン領ネーデルラントの総督であったハプスブルク家の大公レオポルト・ビルヘルム・フォン・エスター・ライヒが、ブリュッセルで公開した。 膨大な絵画コレクションの展示風景の一つを描いた作品であり、テニールスは大公のために同様の作品を10点制作した。本作品はそのうちの一つとして、スペイン国をフェリペ4世に贈呈するために制作されたものである。現在はマドリードのプラド美術館に所蔵されている。大公は最初のイラスト入り美術目録とされるコレクションのカタログ。 テアトリウム・ピクトリウムを制作・公開するにあたり、本作品をはじめとする一連の絵画の制作をテニールスに依頼した。大公はオーストリアに絵画コレクションを持ち帰った後、彼はこのエングレービングの本を出版した。最初に1659年にアントウェルペンで出版され、1673年に再び出版された。処刑された初代ハミルトン公爵。 ジェームズ・ハミルトンのイタリア絵画を取得した大公が本作品をスペインのフェリペ4世に贈呈したのはイタリア絵画の愛好家であり膨大な王室コレクションを所有する彼のお辞を検証するためかあるいはブリュッセルで展示した自身の絵画コレクションを誇示するためと思われる画面左のテーブルの衣装テニールスは収集した絵画コレクションを宮廷の貴族たちと共に称賛している 収集家としての対抗レオポルトビルヘルムホンエスターライヒを描いている。テニールス自身はテーブルのそばで彫刻を検査している。テーブルの上にはいくつかの彫刻作品と熱帯産の貝殻が置かれており、当時の博物趣味を伝えている。絵画はいずれも額縁に入れられて、後ろの壁に並べてかけられている。また前景に一組の絵画が検査のために椅子に立てかけて並べられている。 太公の視線はその中の一枚であるラファエロ・サンツィの聖、マルガリタと竜に向けられている。絵画を収めた額縁には制作者の名前が記されており、太公が築き上げた絵画コレクションの一種のカタログとして機能している。例えば画面右前景に置かれているキセアノ・ノベチェッリオのビオランテはパルマと記されており、 当時この作品が同じベネツィア派の画家パルマイル・ベッケオの作品と考えられていたことがわかる。ほとんどの作品はイタリア絵画だが、いくつかのフランドル絵画は象徴的な意味において重要である。画面左側では、ヤン・ホッサールとの聖母を描くセールカがテニールスの芸術的ルーツを明らかにし、右側ではアンソニー・バヴァンダイクの イサベル・クララ・エウヘニアの肖像がブリュッセルにおける大公の宮廷画家の後継者としてのテニールスの地位を暗示している。大公自身の高貴さは体験と犬、そして何よりも膨大な絵画コレクションによって示されている。絵画は1700年にマドリードのアルカサス宮殿の廊下に飾られた。1772年には火災後に再建された新しい王宮に、 1814年から1818 18年に王宮に収められた後、プラド美術館に収蔵された。以下は本作品に描かれた太鼓のコレクションの有名な絵画のリストである。そのすべてがテアトリウム・ピクトリウムに含まれているわけではなく、1300点から1400点のコレクションのうち、最も貴重な243点のイタリア絵画だけが選ばれた。 現在では描かれた作品の多くがウィーンの美術史美術館のコレクションとなっている。本作品と同様の絵画には以下のような作品が知られている。ありがとうございます。